こんにちは、こんばん、顔が入ってなかったこんにちは、こんばんは、ゆず猫と申します。今回は、50玉チャレンジの方の、今度こちらですね、ブルーの方のモヘアジャム、ちょっとね、貼る人ではないんですけれども、こちらのブルーの方の鮮やかな色は、こちらはね、2玉しかなかったので、色がね、すごい綺麗だったので、こちらはカゴ盛りでね、入れてきたんですけれども、これだけだとちょっと鮮やかすぎちゃうので、よいしょ、鮮やかすぎちゃうので、去年購入した、これはなんだっけ、100円ショップのワッツさんだ、ワッツさんで買った糸なんですけれども、こちらはね、棒針で3号から4号、かぎ針で4号から5号の表示になっている糸なんですね。で、長さの方が 30g で約 117m で、こちらの方が、これが3玉手元にあるんですけど、こちらのモヘアジャムの方が、棒針が3から4号、かぎ針の方が3から4号、一緒ですね。これで 20g で 190m なので、このこちらと2本取りで、今回は棒針ですね、3から4号で両方とも表示だったので、ね、6号か7号ぐらいで持ってたらと思ったんですけど、8号しか持ってなかったので、ちょっとね、出したばっかりで初めて使うので、ちょっとくにゃくにゃですけど、こちらの輪針の方を使って、輪っかに編むわけではないんですけれども、平たく、マフラーではなくショールでもショールまで大きいものはね、編めないと思うので、量的にね、無理だと思うので、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと肩にかけるような四角いものではあるんですけど、ちょっと肩にかけるというか、羽織れるぐらいなものを作れたらいいなと思っております。これくにゃくにゃ治んないのかな、すごいくにゃくにゃですね。では早速、まだね、いくらもねこれからほどくからいくらも進まないと思うんですけれども、ちょっとね、まだまだ首元というか肩のあたりとかもちょっと外しときますね。この一つずつをておいて、まだまだとっても寒くてですね、私これね、すごいいろんな色が入ってるんですよね。ちょっとこれだけで編んでもね、面白いのかもしれないですけど、何せ細いので、あれ、端っこがどっか行っちゃった、すいません、絡まっちゃった。あら、どうしよう、溶けたかな。あ、良さそうですね。ね、これすごい綺麗な色ですね。ここのね、このちょっとブルーみたいな、グリーンみたいな色が入ってたんで、このモヘアの色とも合わせてもいけるんじゃないかなと思ってすいません、なんかね、ちょっとね、大きい声がなかなか出ないですね。よいしょ、あ、よかった、こっちはすんなり出てくれた。え、これどうなるんだろう、合わせて編んだら。ちなみにこちらの方の糸は、
アクリルが75、ナイロンが25になってますね。こちらのモヘアの方はアクリル55、ナイロンが25、モヘアが20になっています。どうしよう、どのくらい、どのくらいで長さ決めよう。あんまり深く考えてなかったんですけど、作り目で終わっちゃいそう。45で今このくらい、あんまり幅が出ないですね。50くらいにしてみようかな。60にしてみました。ちょっとね、こっちが余っちゃったけど、遊んどこうかな。ちょっとここもったいなくなっちゃった。あ、でもなんかもうすでにあったかい。なんかね、面白いですね。1本モヘアのこのね、鮮やかな色が加わっただけ。ちょっとね、こっちの色と雰囲気が変わって、でこれで編んでいきたいと思います。よいしょ。何も考えずに急にこれを編もうと思ったので、何目とかも何も考えてなかったんですけど、60目スタートにしましたよね。あとね、初めの何段かは、丸まらないように、ガーター編みしようかなと思ってます。ちょっと緩めて作り目すればよかった。8号って結構太いですね、これね。まだ仕上がってないけど、靴下の方で1号の針をちょっと前に
たので、なんかすごく太く感じますね。これどんなのあるんだろう、ちょっと面白いかも。ちょっとすいません、最初の作り目だからなんか目が拾いづらくって。だいぶね、あの暖かい日もね続くようになってきましたけれどもね、あの風がね、うちの方は風が強い日がなんか多くって、ちょっとね花粉症がひどいので、花粉がいっぱい飛んでくるのが怖いですね。花粉症の薬を飲んでないと、なんかくしゃみがずっとなんか連続で出てしまって、ちょっとね飲み忘れた日はね大変ですね、えらいことになっちゃいますね。くしゃみ連続するとね、もうあの舌を噛んじゃうぐらいずっとくしゃみをしてしまうので、口の中がそうすると口内炎とかができちゃってね、大変なことになっちゃうんですけど、よいしょ、あ、1段目がやっとできた。それでこれだけだと今度端っこも丸まっちゃうんですよね。だけどもうちょっと、もう何段か、何の変哲もなくまっすぐに編もうかなって思ってるんですけど、あのこれだけね色が入ってる糸を使うので、ちょっとね金子編みにもしようかなとも思ったんですけど、金子編みをするだけの糸の量が多分ないんですよね。2玉しかこっちがないので、というよりもそもそもどのくらいの大きさまで編めるかがちょっとね全然想像がついてないんですけど、すごい手がほっかほかになってきちゃった。ちょっとねこんな鮮やかな青い色の糸って買ったのが初めてなので、ちょっと何にするかちょっとしばらく悩んでたんですけど、悩んでたって変な意味じゃないんですけど、何を作ったらこの糸を活かせるのかなって思って考えてたんですけど、でも量的にね2玉だしモヘアだしって考えて、やっぱり肩とかね首元に来るものの方がいいのかなと思って、最初はねこの1玉で編もうと思ったんですけど、あ
モヘアだけで編もうと思ったんですけど、編み棒を出さなきゃと思って編み棒を探してた時、号数をね探してたら隣にこの糸があったので、あ、これと合わせたら面白いかもってちょっと思って、ちょっとやってみてる次第なんですけれども、意外にちょっと面白いかも。ちょっとねこういう組み合わせで合わせて編んだことがなかったんですけど、面白いかもしれないですね。ちょっと初めての挑戦。元々ねモヘアはね好きなんですね。間違えた時にねほどくのがとっても大変なんですけど、なんだろう、お団子みたくこうね、毛羽だったところが固まってしまって、それを外すとねその部分がモヘアがこう薄くなってしまったりとかもあるんですけどね、やっぱ軽くてあったかいんですよね。で出来上がりが薄く仕上がるっていうのもねすごい魅力の一つですね、私の中では。今3段ガーター編みをしたので、あとは端のところもちょっと丸々とくるってこう丸くなると嫌なので、端のところをどうしようかな、1、2、3、4、5目ぐらい同じように編んで、どうしよう、逆にすればよかったかな、逆にすればよかった、ずっと今度そしたらガーターで編まなきゃいけなくなっちゃう、もう一段、編むかな一緒。いや、ちょっともう一度編んでみます。分かんなくなっちゃった。でもこう来て同じだな、そっか、同じですね、ですね、だって同じですね。ということは、ちゃんとそれで自分で最初に書いて考えとけばよかった。このまんまで編んでいこうかな。このまんまで編んでもガーター編みだと厚みが出るからかえってあったかいかもしれないですね。端っこだけかえたかったんだから、ここだけ変える？すいません。にゃんこの声がもし入ってたらごめんなさい。ちょっと甘ったれちゃんがかまってほしいらしくってちょっと泣いちゃいました。これで、メリヤスで編んだ方のが楽
なんかすごい綺麗な色が出てきた。なんか面白い色。モヘアの糸って皆さんあとどんなものを作りますかね。なんか着るものとかしか編めないのに着るものとかしか浮かばないんですけど、でも好きなんですよね。私ね、モヘアの糸好きでこういう作品編んでるよとかっていう方がいらしたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。で、ここが5目、裏目、裏目で編んで、で、どうする5目だけを、ガーター編みにしよう。ここだけちょっと2段メリヤスが入っちゃったけど、あとこっちはずっと端の5目を残してメリヤスで編んでいきます。そうしよう。そうするとまたガーターになるよね。分かんなくなっちゃったな。なんか違うことになってる。そうするとここを変えた意味がないんだよね。編み物って難しいですね。どうしてうまくいかないんだろう。自分の思ってるイメージとなんか違う風になってく。おかしいな。ちょっとこれは修正が必要かもしれない。また修正になっちゃう。ちょっと待ってくださいね。ちょっとこれでいくか。ごめんなさい、今手元に折り紙しかなかったから、ちょっとこれに書こう。イメージとしてはですね、こう長いものをこう作りたいわけですよね。肩にこう折れるようなもので、片側にこうボタンかなんかをこうつけるような感じの、肩にこうパサってかけれるようなものを作りたいんですけど、で今こっちこういう風に編み始め、どっちでもいいんですけど、ここをガーター編みにしたいんですよ。それで、下手くそな絵でごめんなさい。ここがメリヤス編みにしたい。で、ここをガーターにしたい。そうすると、ここが端っこがこうくるくるって丸まらないと思うんですよね。で、ここもガーター編みで終わりたいイメージなので、こちらの方はちょっとなんか今回うまくいかなかったので、でも色はすごい綺麗に出てくれたので、
ちょっとねまだ編み始めだから直すならまだ少なめなラーメンで済むのでちょっとこういう状態の作り目になったら次回またねもうちょっとこう進んでるかもしれないですけれども編んでいきたいと思います。イメージとしてはだからこうなってちょっと足らないね。こうやって肩にかけてこんなに多分長くない本当に短いと思いますけどこうやってかけてここにボタンかなんかをつけて編み物とかね縫い物してる時に使いたいなっていうイメージのものを作り始めたら失敗したよっていう動画になりましたいつも失敗しちゃう、うん、難しいな。はい、すいませんいつもなんかえなちょこな動画で申し訳ありませんもしこんな動画でもよかったよと思われる方がいらっしゃいましたらチャンネル登録高評価コメントの方よろしくお願いいたします。あとツイッターの方も少しずつですけれどもやっておりますのでよかったら見てみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ゆず猫でした。バイバイ。